こちらもドンキホーテです。はい。タカチャンネルの動画ショー。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はお天気は消えた。はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回はフライパンさんのリクエストにお答えしてお部屋紹介をしたいと思います。まずドアを開けるところから始めます。いきます。はい、ドアを開けました。非常にね、すっきりしたイメージですが、この撮影環境なんですね、こちらがね、今現在の撮影環境。はい、こんな感じで撮影してまして、あと照明もあったりして、で奥の方行きますとこんな感じ。はい、フィギュアーツが並んでおりますね。はい、アマゾンズ勢とね、ビルド勢が並んでまして、そして手前の方には昭和ライダー915と92号キックしてますけど、芯を蹴ってますね。芯を蹴ってるっていうね、このね、おかしな状況なんですかね。ちょっとね、まだね、ここは改装中です。これからまた、いろいろ変わっていくかもしれないですね。はい。そうですね。あとはですね、下の方、行きますと、そうですね、ここはアントラーね、まあ、以前紹介したアントラー X、ウルトラマン初代 A タイプ、こんな感じなんです。はい。ちょっと寂しいけど、ここもお見せします。ちょっと今、ここはやっぱフィギュアーツをね、これから並べる予定であるんで、割と余ってる感じですよね。はい。どうでしょう？ね、こちら、その下、来まして、はい、こんな感じで、はい、ここもね、寂しい感じですが、ここに、クローズチャージが、寝てるという状況。これはちょっと、シュールですね。シュール。It's sure. 上の段はね、こちら。前紹介したね、このエポック社から出てるね、コレクションケースなんですけど、こちらはね、ちょっとね、やっぱり使い勝手悪いんで、やっぱこのイケアのデトルフで飾りたいなと思ってます。はい。そうだな、ここイケアのデトルフにこのソフビたちを並べるっていうのもいいですよね。ソフビ紹介していきますと、はい、こちらメルカリで手に入れました。キングザウルス3世ですね。帰ってきたウルトラマンに登場しましたね。帰ってきたウルトラマンのキックで倒されましたね。そして恐竜戦車、ウルトラセブンに登場しましたね。はい、恐竜戦車。これは、ライブサイズついてないね。これはライブサイズついてないけど、このベロクロンですよ。ベロクロンはついてるんですよ、ライブサインが。なんと。ちょっと銀河スパークが欲しくなるっていうね、ことがありますよね。こういうライブサインついてるのを手に入れるとね。これはね、アマゾンで手に入れたんですよ。アマゾンで390円ぐらいで売られたんで、アマゾンプライムでね、手に入れたんですけど、こちらもアマゾンプライムで手に入れましたね。こちらはですね、アストロモンスですが、こちらもライブサインついてまして、近所のリサイクルショップで500円で売られてました。迷わずゲットしましたね。はい。で、こちらはね、やっぱ銀河スパークが欲しくなる。銀河スパークが欲しくなるね。ウルトラマンタロンにね、お腹をパンチされてやられましたよね。はい。そこが印象的ですよね。結構印象に残ってます。そしてこちら。イカルス星人ですね。はい。こちらはね、ライブサイン、あ、ついてる。これライブサインついてて、こちらもね、リサイクルショップで、先ほど言ったリサイクルショップで、500円で手に入れましたね。新品なんですよ。新品。全部新品なんですよね、こちら。はい。キングザウルス。今まで紹介したキングザウルス3世以外は全部新品です。はい。あとはケムール人ですね。これもライブサインついてますね。はい。銀河スパークでリードって書いてありますね。はい。これはね、これも500円でリサイクルショップで手に入れましたね。はい。あとはね、こちら。こちらはね、ヤフオクで手に入れましたけど、ちょっとね、配送時のミスなのか、わからないんですが、ちょっとわからないんですが、ここ割れちゃってんですよね、シュガロン。シュガロン割れちゃってんですよ、このボコボコした怪獣、シュガロンなんですけど、ちょっとね、押すと割れてるところが見えるんで、ちょっと見せますね。こう、押すとね、こういう風に割れてんですよね。ひび、線が入っちゃってるんで、ここ、割れてる部分です。線が入ってるのは。はい。ちょっとわかりづらいかもしれないけど、そうなんですよ。はい。で、こちらはね、こちら間違って、もう2体ね、落札しちゃいました。間違って。新品っていうことなんですよ。タグ付きなんで一応新品未使用ってことなんですけど、まあ、使い古されて、まあ、経年劣化ですよね。だって1989年ですからね。これはね、ちょっとね、まあ、値段は言えません。はい。値段は言わないでおきます。はい。こちら、
こちらね、ドンキホーテで全部手に入れました。はい。398円かな。はい。税抜きで。はい。はい。上の段の、はい。ウルチャーの父から、初代マンまで全部ね。はい。あとは後ろの、奥の方は見せましょうか。奥の方はこうなってまして、はい。カネゴン。これもドンキホーテで手に入れました。ブースカは、近所のデパートですね。近所のデパートの方で手に入れましたね。はい。あとは、某デパートのスペシャル限定の、ウルトラマンブルーウィンドカラーバージョン。このクリアな感じのね、ブルーいいですよね。はい。そそりますね。はい。あとはね、キングジョーもいるんですよ。キングジョー SD カスタム。これもドンキホーテですね。はい。あと、ピグモン。ピグモンも近所のデパートで手に入れました。で、あと、奥の方にいるのも、ピグモンの後ろにいるペガサ星人のペガ。はい。こちらもね、近所のデパートで、ちょっと高めだったんですよ。645円なんですよ、全部ね。近所のデパートっていうのは。はい、645円均一だったんで。はい。そんな感じで買いましたね。はい。あと、ソフビ魂、結構前に出てました。ソフビ魂、キカイダーとハカイダーが揃ってますね。はい。これは、2004年に出たやつですね。結構高いんですよね、これね。最近はね、ウルトラマン銀河とビクトリーがね、装備魂で出てますよね。はい。で、アーストロンですよ。はい、アーストロン。やっぱこう見るとね、500サイズになってね、ちっちゃくなりましたね。シュガロンと比べるとね。全然大きさが違いますね。コスト削減ですかね、やっぱりね。この、見た目が好きなんですね、目の。目の見た目が好きですね、僕ね。アーストロン。帰ってきたウルトラマン。出てきた。アーストロンです。ゴジラに似てますよね。はい。あとはね、こちら、バードンですね。バードン。こちらもね、この2体ともアマゾンで手に入れましたね。アマゾンプライムで安くて、ま、合わせ買い対象商品ですね。合わせ買い対象商品。はい。そして、こちら下。はい、声が裏返っちゃった。下。下行きますと、そうです。カードデッキをね、並べたんですよ。CSM V バックルのカードデッキ。はい。いいですよ。これね、全部ね、どうやって並べてるかっていうと、これはね、ちょっとね、説明長くなんですけど、下の段、底上げしてるやつがあるんですけど、これは、この字型のディスプレイラックっていうのがあって、で、それと、あと、二段式トレイになってまして、カードデッキは斜めにこうかけてるところは、どうなってるかっていうと、こうなってまして、セリアのね、二段式トレイをね、逆さまに置いて、斜めに立てかけてるんですよね。そう。簡単に言うと、二段式トレイを使って、カードデッキ並べてます。はい。これおすすめですよ。結構。この状態で、結構ね、飾るとかっこいいなと思ったんで、はい。やってみましたが、ですが、ちょっとね、やっぱフィギュアーツをね、開封して並べたいっていうのがあるんで、今後はね、これね、ちょっと、見納めって感じになりそうですね。音声確認動画撮ってるんで、後々これは、見納めになるかもしれないですね。はい。あと、下の段はこうなってまして、同じくですよね。こんな感じで。はい、全部、カードデッキが並んでます。はい。この飾り方は結構おすすめですね。いい感じです。そして、はい、一番下の段はね、以前紹介したものだらけなんですけどね。ミラーマンやら、ガイムやら、まあそんな感じです。はい。ここのスペースは、並べるものが変わってくるかもしれないですけど、こちらに移りまして、最近ね、ソフビをいっぱい買うことがあって、ちょっとね、ソフビが増えまして、紹介しますと、生放送でも出たんですけど、バキシムとね、シーボーズ。はい。シーボーズはね、結構高かったです。600いくらしたんですけど、オフハウスで手に入れました。オフハウスで。バキシム、シーボーズ、ペギラ、こちらのね、ヒッポリト星人、手に入れまして、ヒッポリト星人は、284円だったかな。バキシムもそれぐらいだったような気がする。シーボーズとペギラがね、異様に高くて、600円ぐらいしたんですよね。高いなと思いましたけど、これは、レアアイテムということで、はい、いいなと思いました。はい。そういうわけで、はい、あとね、このゴルザ、2体いまして、こちらがね、普通のゴルザなんですけど、ウルトラマンティガに登場したね。このファイヤーゴルザのね、なんか、色違いなのか、なんかわからないです。詳しくわかんないですけど、目の部分が真っ白なんですよね。でも目の部分、なんか、塗装はないけども、かたどられている部分があるんですよね。黒目の部分がかたどられてますね。よく見ると。はい。そんな感じです。ベリアル様ですよ。私がベリアルじゃ。
って感じでね、はい、やっておりますが、あとね、サイバーゴムラでしょ？これはね、あ、これもアマゾンで、アマゾンプライムのね、合わせ買い対象商品でした。はい。こちらはね、メカゴムラの方は、ドンキホーテで買いました。はい。ドンキホーテ多いな。ドンキホーテ、アマゾンプライム、まあ、いろんなところで手広くやってますね、僕はね。結構ね、ソフビを買うのにね。はい。あと、ここ。はい、ガラモンもヤフオクで手に入れました。あと、こちらの、先ほど紹介したこのゴルザ2体はね、ヤフオクです。こちらもヤフオクですね。こちら、だからこの3体はヤフオクね。はい。で、あと、このベリアルは、ドンキホーテです。続きまして、隣のゾーン行きましょう。はい。もう見えてたかもしれないけど、先ほどのヒッポリト星人も映ってるんですが、スカルゴモラが、こちらもね、1400円ぐらいでヤフオクで買いましたね。と、アースゴモラがいますね。アースゴモラ。はい。こちらね、データカードラスの、なんかキャラクターらしいですね。なんかね、お子様向けのアーケードゲームがあって、それのキャラクターですね。と、このね、アースゴモラすごいかっこよくて、僕お気に入りなんですよね。このゴモラをね、結構集めて、結構ね、このゴモラシリーズは結構集まったんじゃないかなと思ってるんですけど、まだ いたりしますかね？どうですかね？多分まだいると思うんですけど、ゴモラ結構ハマってます。はい。初代ゴモラがまだいませんね。ソフビの中ではね。はい。ですが、すごくね、もう、このね、ゴツゴツ感も、ゴモラってあるじゃないですか、元からね。ゴツゴツ感。すごくね、怪獣らしい怪獣だなと思うんですよね。怪獣の王道って感じですよね。ウルトラ怪獣で言ったらもう、ゴモラはもう、王道中の王道ですよね。はい。愛されてるキャラクターだなと思いますよね。そんな感じでして、あとはね、この、テンペラ星人。テンペラ星人結構ね、塗装がどうもなんか気に食わないんですけど、なんかね、塗装も簡略化されすぎですし、ちょっと古いんですよね、これね。これメルカリ、先ほど見せたキングザウルス3世とセットでね、メルカリで買ったんですけど、これはちょっと1991年ですからね、それでこの塗装のレベルってことは、もうちょっとなんかこのテカリ具合とかね、ちょっとなんでしょうね、謎。ちょっともうちょっとクオリティの高いソフビがちょっと欲しかったですね。はい。でもテンペラ星人の進化版は僕はあんま興味ないですよね。まあいいでしょう。このヒッポリト星人はね、塗装がすごくいいんですよ、結構。すごくいいんですよ。はい。塗装がしっかりされてるんですよ、背面もね、すごい。背面までこだわって塗装されてるんです。それなのにも関わらず、1984年に発売されてますからね。はい。先ほどのテンペラ星人と比べると、雲泥の差がありますよね。はい。で、あとこちらもね、レイオニックバーストのゴムラですね。はい。こちらはね、こちらもヤフオクで手に入れましたね。で、アースゴムラもスカルゴムラもヤフオクです。ヤフオクですね。はい。そして EX ゴムラもヤフオクです。ヤフオクですね。はい。そんな感じです。はい。こちらの奥に入ってる EX レッドキング。EX レッドキングは、こちらはね、ドンキホーテですね。はい。いろんなとこで買ってますね。はいはい。そんな感じで、あとはね、こちらのね、レッドキング。通常のレッドキングね。はい。こちらも、ドンキホーテです。はい。そしてこちら。さらに奥向けると、ウルトラコスモス、ルナモード。そして、ウルタマエース。はい。こちら、両方とも、ドンキホーテです。はい。ドンキホーテですね。多いですね、ドンキホーテがね。はい。そんな感じでして、まあ、このゾーンはざっと見せる感じで、こんな感じになってますと。生放送でもね、結構映ってますよね、この辺はね。あと、マスカワールドゾーンですね、ここはね。コンバージョン並んでますね。はい。はい。この木でできたひな壇ですね。ひな壇。ひな壇は、これは、うちのおやすさんに作ってもらいましたよ。はい。こんな感じでね、頼んで、発注するとね、作ってくれるね、結構ね、うちの父親はね、器用貧乏なんですよ。はい。あとはね、このね、マスコレたちもね、いろんなバラバラですね、もう結構バラバラに並んでます。こう順序とか関係なく。これもね、いいっすよね。915のね、ビッグソフビ。こちらはね、アミューズメントの景品ですね。はい。あと、ライドシューターもありますね。ここにね。ライドシューター。すごいっすよ。バコってね、ここちょっと、どうなるかちょっとやってみましょうか。いきます。ここ押すと、あ、違う。ここ押すと、バコって開きます。いきます。
え嘘でしょ。開かない、開かない、まず開かない。あれおかしいぞ。あ、ここか。あ、ここだ間違えましたまさか全然違うとこ押してた。 R&M シリーズのね、隆起とかをなあのここに載せることができますね。可動フィギュアなんだけど、ちょっと固めのフィギュア出てたんですよね。はい、 R&M シリーズっていうのが出て、あのライダー&モンスターシリーズっていう略称ですね。その略称ですね。ライダーとモンスターがね、あのつまりね、そのそういうことです。はいそういうことですそういうことですよ。はい、だからこういう感じでカシャッといくわけですよね。かっこいいですねこれはね。おすぐポロリがあるね。ポロリがありますけどね。ちょっとこの辺はね、当時物ですから仕方ないですね。はい、でここを押してベコッとね閉じると、こんな感じです。あとはマスコレのね、戦隊のマスコレ、スーパー戦隊のマスコレがありまして、こちらも全然ね、コンプしてないんですけど、あとこちらにね、京本コレクションのクーガがいます。かっこいいですねこれはね、お気に入りですよ。はい、近々アークルがね届くんでね、僕二次予約なんで、はい、アークル楽しみですね。ちょっといろんな人のね動画はね見てないんですけど、見てませんけど楽しみですね。はい、そしてこちらですよ。じゃあデラックスのね、はい、ファイズドライバー、カイザードライバーですね。そしてこちらが CSM のファイズドライバーですね。はい、そしてガタックゼクター、カブトゼクターとなってます。はい、こんな感じで並んでます。動画はねいろいろ上げてるんで見ていただけたらなと思ってます。はい、そんな感じですね。あとはこちら、はい、こちらね、もう以前紹介しました、もうねおなじみでしょう。はい、デフォリアル、近々デフォリアルはねこちらなんですけど、1954のデフォリアルなんですけど、こちらはね、あ、近々届くのが6月にね、1971ゴジラのデフォリアルで、田子の浦上陸バージョンっていうのと、富士裾野激闘バージョンっていうのが届きます。はい、富士裾野激闘バージョンの方が目が片目やられてんですよね、確か。激闘バージョンだからね、目がやられてんですよ、ヘドラに。はい、1971ゴジラ。というわけでね、はい、簡単になりましたが、フライパンさんいかがでしたでしょうか。皆さんいかがでしたでしょうか。じゃあお部屋紹介、タカチャンネルのお部屋紹介、タカチャンネルのお部屋紹介&買ったもの紹介でした。はい、そんな感じで、はい、今後も楽しく動画を撮っていきますんでね、よろしく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 ね。というわけでまた見てくださいね。グッバイ。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、チャンネル登録してね。こんにちは、タカチャンネルです。こんにちは、コメントも待っています。